こんにちは。めっちゃ太陽の光が当たってる。今日も手持ちだからね、テーブル注意です。ななこさんこんにちは。おさちさんおはようございます。光がちょっと見えないけど無音で見てるね。はい、これからご飯食べるね。おーいいね。光が、タナチュラさんこんにちは。え、な、カーテン閉め。なんかちょっとね、一瞬カーテン閉めるから指で隠そう。よいしょ、こんにちは。カーテンを閉めてきたけどあんまり変わらない。もう一回閉めよう。ヤッホーひいかちゃん、マッコーさんこんにちは。ダンス、ビロさんこんにちは。コトラさんお昼休みなお、いいね。マットさんこんにちは。クリちゃんこんにちは。ヒコ、毎回ごとに輝きます。本当ありがとうございます。昼にヒコとか癒しですか。そう言っていただけて嬉しいです。あれ、なんかもう一回カーテン閉めてきます。ちょっと待ってね。よいしょ。うわ、これは暗すぎる気がする。そんなこともなかった。なんかいくら閉めても光が当たってくるんだけど。15分だけですけど手持ちです。15分でも配信嬉しい。おー、ありがとう。ベビーアーフォローしたらメール来た？メール？通知じゃなくてメール来るの？ムタロウさんこんにちは。ヒーコを待ってる自分がいるよ。嬉しい。手持ちだからそう、アップです。ビューさんこんにちは。こんにちは。話したらずれるからね。通知、通知だった。そう、通知ね。カリちゃんさんこんにちは。いつものひいこちゃん、そうメイクしてるけどいつもと変わんないですか。昨日なんかすごい誰みたいに言われたんだけど、なんでだろう。まほさんこんにちは。リップは使ってないです。口紅です。口紅を使ってます。リップはなんか透明の潤す用だけにしか使わないかな。なんかどっか外国のやつ、なんかやつです多分。いつもの仕事で今日はちょいと早かったから見に来れた。おお、ありがとうございます。昨日はすごく綺麗でした。ありがとうございます。今日はお家です。お家から、おじいちゃまのお家から。そう、おじいちゃまのお家からです。ちょっと昨日とは違うけど、お部屋が違うから。こんにちは、ひーく予選頑張ってな。桜美音さんこんにちは、ありがとうございます。昨日の夕方配信よかった。山本さんありがとうございます。今日もすごく綺麗でありがとうございます。さちさん手振って。広島から見てるよ。広島なくしか言ってる、覚えてね。ゆうさん広島から見てる、ありがとうございます。お、握手会も来てくださったんだ。ありがとうございます、覚えます。おさちさんありがとう。いいえ。みむりんさんこんにちは。昨日も今日も綺麗、いつも綺麗、ありがとうクリちゃん、嬉しい。今日はね、ちょっと行かなきゃいけないところとかたくさんあるので15分ぐらいしか配信できないんですけど、夜も多分できないかも。明日も綺麗だよ、予言ありがとうございます。運転中だからコメントできない。あ、大丈夫です、ありがとうございます。運転気をつけてね。ベビーなんかすごい手ぶれする今日。
今日忙しい、今日ちょっと忙しい。大人っぽくなった？どうだろう、別にお化粧してるだけだと思います。普段すっぴんだからね、そのせいかもしれない。夜ご飯食べてない、食べてないよ。朝遅かったから、朝ごはん食べるのが遅かったから、そこまでお腹空いてないかな。こうしたらいいのか、顔が長く見える。手が疲れるから15分だけっていうのもあるけど、化粧もいいけどすっぴん好き？ありがとうございます、ななこさん、嬉しい。意外にマンゴーはね覚えてないです。ハッシュタグ好きなんだ、ちょっと覚えた。ハッシュタグ好きなんだ、今聞いたよ。 JJ ワットさん、こんにちは、ありがとうございます。牛子さん、初見です、はじめまして、こんにちは、ありがとうございます。すっぴんもいいけどお化粧ひこちゃんもいいな、ありがとうございます、嬉しいです。すごい目が乾く今日。名前の由来は、由来っていうか漢字に意味がある感じですね。チョコレート炭素ですよ。クールな人かと思ったら意外に頑張るタイプなのね。応援するよ、ポークたまごさん、ありがとうございます。クールに見えますか、まあ、ちょっと冷めてるとこがあるからそう思うかも。応援ありがとうございます。今日はね、多分もうショールームできない気がする。ショールーム選抜のラストさん、あ、もう発表されたんだ。おお、見に行こう。お昼休みに入ったよ。ラシオさん、こんにちは。ひいこちゃんルームの皆さん、こんにちは。なんとか今日早めにさ、宇野道のクジラさん、こんにちは、ありがとうございます。アリちゃんの配信今終わった？おお、アリ終わったのね。アリのかわいいよね。なんかなんだっけ、ショールーム選抜の曲、何、ミュージックビデオが出たのかな。スピンのひいこ見れてるけどメイクしたら最強美人、最強って何、最強って、ありがとうございます、ありがとう。なんかどっちからも光が来るからあんまりカーテン閉めても変わんなかった。こんにちは、急にイルカのキヨロダさん、こんにちは。そう、急に急遽ちょっと配信できるなと思ってしてます。あれから少しは着付け教えてもらって、いや、もう昨日夜遅かったので昨日はお家に帰ってそのままです。今おばあちゃまはいないです。そう、おばあちゃまのうち、祖母のうちです。スポットライト、そう、天然スポットライトがすごいです、今日。ひなこ何時からしてて、何時に終わったら15分ぐらいなんだろうか、わからない。15分ぐらいするって言いながら、自分で時間を把握してなかった。縦にしたらわかるのかな？よ、11時52分からって書いてる。ってことは12時52分でしょ。52分だから57で10とか、10分ぐらいにやったらいいのかな。校長、天気いいです。どなたか10分9分ぐらいになったら教えてください。9分10分になったら、9分10分に終わります。今日は12時ハッシュタグ、あと70人ほどで2000人フォロワーだよ。もう嬉しい、ありがとうございます。危ない、何が、今日これ自分じゃない、自分じゃないです。すごい綺麗。11日の握手会からね、のみちゃんさん、ありがとうございます。今日最後まで見れそう、ありがとうございます。
カメラ事故してないよ。手で持つからブラブラするけど。キャンメイクとかでメイクすることないです。キャンメイク一個も持ってない。です。キャンメイクは一個も持ってない。でも結構メンバーみんな持っててますね。コーディネートが見たい。なんかこんな感じ。こういうジーンズのワンピースなんですよ、切りっぱなしで。後ろがちょっと今見せれないんですけど、後ろがなんかリボンみたいになってます。なんか見せれないんだよね、これじゃ。ちょっとふざすとさん、こんにちは。ムーニーちゃんって何？ムーニーちゃんは候補生の頃のなんだろう、番号についてるニックネームみたいなあるじゃないですか。番号の時についてたニックネーム、あれがムーニーでした。62番のムーニーです。夏っぽい、そう夏っぽいでしょ。こことか切りっぱなしです。裾も切りっぱなしになってる。うわ、ブログに載せれたら載せます。かりちゃんさん、いい感じ、ありがとうございます。なるほど、そうそう、そんな感じです。けんけんさん、はじめまして、こんにちは。めっちゃ今日手ぶれする。固定する机もないから。なんでおばあさまやなくておばあちゃまなが、わかんない。小さい時からそうやって呼んでるからです。自分でちぎってないよ、こうやって売られてた。なんかめっちゃ通知が来た。うわ、ショールーム中に通知が来ると嫌ですね。今日は夜配信しないと思います。頑張って、ありがとうございます。ハム太郎さん、頑張ります。コースの時から出会いたかった。うん、ありがとうございます。また通知が、いや勝手に戻るまで待とう。全身の写真期待してます。はい、今12時5分頃です。お、ありがとうございます。あと5分ぐらいで配信が終わります。早い。カメラめっちゃ持ちにくいな。お嬢やね。そうかな。あさっての握手会が楽しみすぎる。長永さん、ひな子も楽しみよ。幕張メッセ、なんかどんな感じかってのがなんか分かったから、ちょっと余裕が持てそうな気がする。後どうすればいいのかとか、自分の中で。子供の宿題手伝ってきます。バイバイ、頑張ってください。バイバイ、また来てね。こっちかな。今日はジーンズ生地のデニム、ジーンズちょっとデニム生地の切りっぱなしのワンピースです。後ろがバックリボンになってて、でも今は見せれないっていう感じです。仕事戻るね、頑張って、ありがとうございます。頑張ります。今度コーチがおすすめスポット、食べ物はカツオのたたきとウツボの唐揚げとかたたきが美味しいです。あとスポットだったら、自然とかだったら四万十川とかだけど、伝統工芸品とかだったら犬の紙の博物館に行くと自分で紙が透けたりとかします。あとなんだろう、ご飯とかなんか分かんないけど、ひな子は行ったことないんですけど、結構飲みに行ったりするとき、他県の方は広め市場っていうところに行ったりしてます。ひいこイコールワンピブログ、あ確かにブログ結構ワンピース多いですね。にゃんこたんさん、こんにちは。多分そんな感じ。ひな子は近い、そう近いの。今日ちょっと話そうかと思ったけど、話したらねめっちゃ手ぶれしそうだから、せめて膝で固定してます。ひろめ市場大好き。おー、行ったことないんですよ。ひなこありがとう、行くわ。いってらっしゃい、気をつけてね、楽しんでください。めっちゃ手が映る。おすすめはアナゴ。アナゴはね、広島が有名だからウツボですね。高知だったらアナゴは好きだけど、うなぎとか近い方がいい。瀬戸内のおすすめはアナゴです。アナゴほんと美味しい。その次がタイかな。
白い手水珍そうですね、珍しいかな。アナゴ好き？お、一緒ですね。交通路面電車、そうですね。路面電車結構広島とか、あと愛媛、坊ちゃん電車だっけとかありますよね、結構。ウツボに噛まれたことないです。レモンは食べるのは好きだけど、レモン好きって言っちゃったらお菓子が好きみたいになっちゃうから、お菓子にしたら食べれないので、レモンはそのままかじるとかじゃないと食べれないです。瀬戸内レモンはねっていう感じ。お菓子にしたら食べれないです。お菓子とかお料理の中に入っちゃったらレモンソースとか食べれない。レモン単体じゃないとないです。注意って注意、わかんない。他わからない。ブンタンは食べれないな。柑橘系、きな粉食べれないから。ブンタン美味しいです。高知結構食べてますね、みんな。今何時なんだろう。時計がこの部屋にはないぞよ。瀬戸内レモンのお菓子は食べる。お菓子食べる？ひなこ多分そのまましか食べない。あと2分？ありがとうございます、ことらさん。じゃあそろそろご挨拶をしとこう。な、ありがとうございます。9分やで。ありがとう。はい、皆さん、今日も、今日15分ぐらいだけど、配信見に来てくださってありがとうございました。また、今日はね、多分配信できないと思うんですけど、明日とか、まあ、明後日とか握手会があるんで、そこから配信したいと思います。また、今日も安全に、ね、ありがとう、野道のクジラさんもね。終わる頃に来たら、カートゥーさん。それでまだフォローされてない方は、ひなこ、よかったら、フォローよろしくお願いします。皆さん、またね。ありがとう。バイバイ。